こんにちは、とうこママです。今日も洗濯物と格闘しております。三女は保育園で毎日のように泥んこ遊び、洗っても洗っても出続ける洗濯物。そんな猫の手も借りたいような忙しさですが、主人は1週間海外出張で不在。てんてこまいな1週間になりそうですが、子供5人の育児と家事、そして仕事、頑張って乗り切ろうと思います。子供たちと春に植えたさつまいも、めっちゃ気持ち悪い芋虫。虫いた？いやー、大きい芋虫がいる。これさ、さっきさ、苗切るよ。何この芋虫、でっけえ芋。芋芋しささつまいもなら失敗しないと思っていたのに、小さいさつまいもが数個取れただけ。土の栄養が足らなかったのか、水やりをサボっていたからなのか、家庭菜園はまだまだ勉強が必要です。さて、気を取り直して晩ご飯作り。秋といえばレンコン。今日はこのレンコンでレンコンのたらこマヨサラダを作ります。切ったレンコンは酢を入れた水につけます。酢を入れることでレンコンをきれいな白色に保つことができます。これはたくあん。大根をぬか床で漬けたお漬物。白いご飯とたくあんは最高の組み合わせです。私のおばあちゃんが毎年たくあんを手作りしてくれていたのを思い出します。今日はこれを巻き寿司に入れます。巻き寿司に入れるたくあんは長細く切っていきます。レンコンは5分ほど酢水につけました。レンコンを約3分茹でます。このまま冷まします。レンコンと和えるたらこマヨネーズを作ります。まずたらこの皮を剥ぎます。ボウルにたらこ、マヨネーズ、醤油、ここにレンコンを加えます。もう少し味を引き締めたいので塩コショウを加えます。レンコンのたらこマヨサラダ完成です。今日のスーパーの特売品、ビンチョウマグロのお刺身。これでマグロの漬けを作ります。今日巻き寿司、手巻き寿司じゃなくて巻き寿司。あんたのね、さご飯も巻き寿司。そうだっけめんつゆ、希釈するためのお水、おろしにんにく、ごま油、ここにマグロを漬け込みます。今日の夕方に買ったばかりのマグロ。凍ってるな。特売品のマグロは解凍されていないことも多いです。凍っているので綺麗に切れませんが、
ここまで来たら何としても今日食べたい。マグロを漬け込んでいる間にいい食べ頃になっているはずです。食べるまで漬けダレに漬け込んでおきます。かわいいね、うさぎさんだ。上手に描けてんじゃん、ピカチュウも。かわいいピカチュウね。どうした？タコ、タコすんの？あ、いうだ、あ、いうだ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 。リーは何パーセント入ってるかな？今日の味噌汁の具は玉ねぎと油揚げ。油揚げは油抜きする代わりにキッチンペーパーで油を吸い取ります。豆苗の再生栽培、根っこを水につけていたら元気に育ちました。今日はこれを味噌汁に入れます。どっちの方が強いでしょうか？正解は、さて、巻き寿司に使う寿司酢を作ります。3合のお米を炊いたので、酢大さじ6、砂糖大さじ3、塩小さじ3。早めに作って塩と砂糖が溶けるのを待ちます。そしてきゅうり、巻きやすいように長細く切ります。今日は牛肉入りの巻き寿司にしようと思うので、甘辛く牛肉を煮ます。本当はお弁当を牛肉の巻き寿司にしようと思ったのですが、急に弁当が必要なくなり、巻き寿司が晩ご飯になりました。調味料は砂糖、みりん、酒、醤油。煮詰めていきます。巻き寿司にぴったりな牛肉の甘辛煮、完成です。ご飯が炊けたので酢飯を作ります。いつもは失敗することのないご飯ですが、今日はうっかりタイマーをかけ忘れてしまいました。寿司酢と合わせます。今日巻き寿司にするの、お母さんこれ、ごめん失敗しちゃった。なんで？そうなの。焦げになっちゃったの。お腹すいた？今日ね、巻き巻きするんだよ。ね、巻き巻き。これ海苔で巻き巻きする。好きでしょ？うん。ね、パパもうちょっと待ってて。巻き寿司の具が揃いました。巻き酢を使って巻いていきます。ご飯は上2センチ。下1センチぐらいを残して広げていきます。きゅうり、たくあん、そして牛肉をのせます。形を整えながら巻いていきます。
芋いいね。パンプしてもらってんの。さて、じゃんじゃん巻いていきましょう。今日は牛肉ですが、マグロやサーモンのお刺身、卵、カニカマ、椎茸の甘煮などを入れても美味しいです。何よりこの巻く作業がとっても楽しい。これお寿司巻きたい人いる？はい、巻く？お手洗って、お手洗った。最初は海苔。海苔？ザラザラした方とさ、ツルツルした方あるの分かる？え、どれ？海苔。これザラザラの方と、こっちの方ある。こっちザラザラ？そうそう、こっちツルツル。めっちゃツルツルやん。そしたらこっちのザラザラの方を上に置くの。ツルツル、ツルツル、こっち。めっちゃツル。ご飯を、結構切っちゃう。もっとさ、もっと広げて、全体にこう。あ、こっち下はつかないよ。下開けて。下と上開けて。3本ぐらい並べて。うん、いいよ、真ん中で、あと真ん中。あと、キュウリもかわいそうだから、ほら。キュウリも入れといてよ。大丈夫、大丈夫。じゃあ、一つにしとこっか。じゃあ、あとお肉を。ここは？そっちはね、ここだ、こっちだけ。うちにまとめとかないと負けないんで。あ、見て、さっきの。じゃあ、あら、あら、キュウリさん取られちゃった。じゃあこれを、はい、一回この海苔だけでギュッて巻いて、こっちね。ここで一回ストップ。そしたら、これをやって、いくよ、ぐるーっと押すよ。ぐる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 。いけたかな？一回開けるよ。お、いいね、いいね。で、あとは丸くなるようにこっちから巻いてて。始めます。ゴール。薄く薄くで、上と下さ、ちょっと開けといて。ここ下1センチ、上2センチぐらい開けといて。で、もっとここないところをお米入れて、うん、重ねて。これ何？で、牛肉、牛肉のね、甘いの。ここに、ここだけ。あ、ちょっと、もうちょっと手前よかったな。ギュッと巻いて、で、これでくるーっと、ぐーっと、ぐーっと、コロコロって転がしてて、転がして、転がして、転がして、そう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 。転がしたら、一回広げる。こっち。で、ちょっとまだ形がさ、ぐにょぐにょでしょ。だから、この後、まあ、くるくるって巻いてて。これ普通に巻いてて。くるくる。くるくる。よし、食べよう。できた。食べ。全部で6本の巻き寿司が巻けました。素で濡らしたキッチンペーパーで包丁を拭いてから切ると切り口がきれいになります。どんどん切っていきましょう。子供が喜ぶ牛肉巻き寿司、出来上がりました。さて、最後に豆苗を加えて味噌を加えれば味噌汁も完成です。ねえ、そろそろもうご飯だからさ、机の上片付けて。マグロの漬けもいい食べ頃です。晩ご飯が出来上がりました。今日のメインは子供が大好きな巻き寿司、
そしてスーパーの特売品のマグロで作った漬け。400円とは思えないお味になっているはず。さてみんなで晩ご飯にしましょう。いただきます。はい、巻き寿司だよ今日。これ何？マグロ。メバチマグロだったかな。メバチマグロって、うん、マグロの種類。ベナン、うん、さあ、さあ、さあ、それさ、明太子さ、みんなが好きなたらこ入ってんだよ。食べてみてよ。れんこん美味しいから。うん、なんか。見て。食べない？キュウリ。キュウリ入ってない。これ。これ。これマグロだよ。美味しいっしょ？ネバネバして美味しくない。ネバネバしてる？美味しいよね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。